どうも、高井です。最も効率的に知識の吸収ができる読書の方法。それについて考えてみました。今年は6月からこの本を読み始めて、最初に1週間は、精読って言って、文字を追いかけてページをめくっていくっていうような読書をやってみました。で、そのあたりを過ぎてから、じゃあそろそろ全体像もつかめて、内容もそこそこ分かってきたし、こういうふうにルーズリーフに書いてまとめていくっていう作業に移っていました。 で、それをおよそ3ヶ月くらいやって、内容を全体的にまとめ終わって、次に音読っていう作業ですね。まとめた要点を全て読み上げていくっていう作業に移ってました。で、そうすると、このクオリティを意識したらどう動画制作の影響か知らないんですけど、確かに知識すごい吸収されてるなと。音読やばいなって感じでなってて、 で、それをだいたい1ヶ月半ぐらい。で、それで、次に、パソコン上で動画編集の作業に移って、で、そしたら、だいたい1ヶ月未満かな ?4 週間くらいで作れたので、動画編集も含めて5ヶ月と半月で動画制作は終わりました。で、その感想なんですけど、 音読やばいなって感じになったんですよね。出読よりも音読の方が知識効率が約2倍ぐらい高い。だけど、クオリティを意識しなきゃいけないんですね。昔、親に教科書を音読しろみたいな感じでさ、言われたんですよ。ただ、その時は、なんだよって感じでやっつき感でやっていたってこともあって、そりゃそうですよね。勉強なんて許容されたら、嫌ややるに決まってんだから。 その感覚で、そのモチベーションで勉強してたからこそ、まあ学校の成績落ちてったわけですよ。ところがこの今の読書のスタイルになってから、結構覚えてるなって思ったんですよ、こういう本とか。なので、もしも皆さんが、親であれば子供の勉強は共有するなって言いたいですし、読書をするのであれば、楽しく読んでる本ほど私みたいなアウトプットをしてみたらいいでしょうし、 もうやっつけ感でいいって感じで、もう学ばざるを得ないんだみたいな人たちは、必読やら、声読やら、そちらに専念されたらいかがでしょうかこれは私の感想ですけど、結構皆さんに当てはまるかもしれないです。それでは、チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。